東京都立上等高等学校は東京都高等区大島3丁目に所在する都立高等学校。1978年に開校した都立校。1990年代半ばに至るまで毎年東京大学に複数合格者を出していたこともあり、進学指導推進校に指定されており、土曜授業導入や補修体制などを敷いている。一般入試においては、 との共通問題を使用している。運動部が非常に盛んなことで知られ、スポーツの上等と称されることもある。全国出場の常連であるなぎなた部や、二度の夏の甲子園大会出場経験を持つ野球部が競合として知られている。都立で甲子園に複数回出場したことがあるのは同校のみである。その他ソフトテニス部も都立の競合校である。2009年度は、 野球部、サッカー部、バスケットボール部、バレーボール部、なぎなた部でスポーツ特別推薦を実施した。近隣には高等区立第二大島中学校が位置し、校内には伊藤幸男の下碑がある。東京で有数の競合校として知られている。スポーツ特別推薦では3名の公式野球枠を導入。1999年、都立校では、 国立高校に次いで2番目に、東東京大会では初めて夏の甲子園大会に出場し、2001年の同大会にも出場。戦績例年6月初旬に実施、例年9月中旬に実施、例年2月に実施、例年3月に実施、例年2月中旬に実施。ありがとうございます。